船が到着したら、はい、上に着いたらじゃあマスクする、はい、一応、さっきのブリーフィングはそれでいい、はい、まあ正直先につけといてもらって構わないんですか、なんでかというと船の上に、バケツが用意されてまして、そのバケツに水が溜まってればそれを利用できるので、いいんですけど、ちょっとその船着き場の状況とかでそのままでつけれなかったりとかしたりとかすると到着したら、その海水から 海面からこうすくったりとかする場合もあるので、ちょっとその状況によってその船ごとに違います。そんな感じですね、はい、エントリー方法何エントリーって言いました、バックローリー、やり方はまた後で話します、はい、水面ではどこに集合するって言いました、6番の V、はい、先行方法は先行時点の推進は手間が見まして砂に乗ります、砂との推進は12m っていう話でしょ、